すごい。いやさ、こんなコーナー出るやろ、ほら。針を刺して電気通したりする人もいるじゃないですか、はい、あれってどうなんですか。電気は筋肉に刺激を与えるので筋肉にはいいですが、根本的に体を変えていくってなると、はい、当院では内臓とか自律神経から整えた方がいいって思ってます。なるほど。これって痛いですか。あ、いや、そんなに痛くないです。苦しいですけど。胃の裏はちょっとまだ痛いですか。あ、全然痛くないですよ。へー、さっきはすごく硬かった、ね、さっき痛かった。あれ、さっきより全然痛くないですね。はい。あら、こんな変わるんだ。僕はストレートネックって言われるんですけど、はい、あんまり良くないですよね。はい、ストレートネックは形が悪いんではなくて、はい、こことか血液の動きが悪くなって、周りの血流リンパが流れ悪くなっているので。なるほど、はい、すっげー気持ちいいですね。ちょっと頸椎の調整をします。お願いします。あ、めちゃくちゃ気持ちいいですね。頸椎の調整って言っても、そのボキボキってするわけじゃないんですね。はい、これでなるんですね。はい、強い力で、整体をすると元に戻ろうとする力が高いので、弱い力でした方が効果が強いと言われています。なるほど、徐々に戻すという感じですね。はい、首がね、なんかこうずれてる感じっていうのは自分でも分かるんですよね。はい、だからまっすぐ寝れないとかあるんですよ。首がまっすぐ寝れないってことですか。そうですね、どっちかにこう真上向いて寝れないです僕。首だけこっち向いてるとか、向いてますが楽なんです。最後ね、また指ねグッと押してもらって、あ、痛いかどうか、痛いかどうか、あれは何だったんですかね。あれは内臓のツボです。悪くなければ痛くない。はい、なるほど。今じゃあグッとやっても痛くないですか。どうだろう、どこまでかわかんないですね。ちょっとやってみよう。僕は全力でやりましょう。痛くないよ。変わってる。同じ力でやってる。何も痛くない。やっぱ変わってんだ。うん、どうすか。いや、全然痛くない。ツンツンで改善したんですね。すげえ。いや、何も痛くない、本当に。うわー、マジか。弱点なくなった。いや、弱点はまだ2つ存在しますよ。うわ、手があったかいですね。はい、かなり胃の周りが冷えてます。あ、だからあったかく感じる。はい、なるほど。これすごいですね。おお、これ何ですか。これ、これは腸です。いいで。いや、いいじゃない、腸です。そういうとこやぞ。うまい。あ、いや、そうなのよ、こんな、なるのよ、なるのよ、ほんとこんな顔。やっぱそうなんだね、みんななんだね。こんな顔なるよ。すごい。いやさ、こんな顔も出るやろ、ほら。一緒やん、俺の時と。俺の時と一緒やん。一緒。え、なるのよ、こんな感じ。すっごい痛いですね、今の。そうなんですよね、はい、ストレスの溜まりすぎで、左側の臓器が全部疲れてます。うわなんだ、そんなリスの溜まりすぎ。そのハムスターやったら死んでますね。あ、そうだね、間違いなくね。下肢類やったら死んでますわ。痛い。すごい、それ何のツボですか、それ先生。これは心臓です。あ、心臓。僕心臓悪いんですね。はい、心臓と胃が一番悪いです。これ心臓が悪いっていうのはどういうふうに悪いんですか、これ。ストレスを体が感じて、交感神経になると、はい、心臓がこう働きが激しくなって、はい、負担をかけて疲れていきます。あ、なるほど。っていうことは老化も進むっていうことですね。はい。なんでこんなになるまでほっといたんだろうな。お前らが僕からよ。お前らはストレスの原因じゃないか。え、はい、終わりです。え、終わった。はい、これさっきと比べてどの。あ、痛くないです。うわ、変わった。不思議やね。ね、うん、いや、そうなのよ、不思議なのよ。これは。あ、痛くないです。これは。あ、お前ちょっとマジでやめろ。声出るんやからさ、やめてくれ。あ、すごい楽になった。これ痛さ大丈夫ですか。あ、全然痛くないです。え、ちょっと待って、耳につくぐらい上がってるんですけど。すごい、すごい、すごい。今血流が良くなってきたので、関節の動きが良くなってきて。すごい、すごい。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごいっすよ。すごい、すごい。いや、すごいっすよ、今もうここが。うわ、筋肉痛みたいになってて、めっちゃ硬いんですよ。これが後天反応ですよね、後天反応です。いわゆるね、もみ返しみたいなもんで。すごいね、すげえ来てます今。へえ、この後で楽になると思います。なるほど。これ何日ぐらい続くんですか。長い方で2日ぐらい。長い方2日、まあ2日が待つればいいか。でもね、
ここは筋肉痛みたいになってるんですけど、体の中がすごいねめくってる気がするんです。めくってる、すごい爽快感。へえ。僕ほら血ドロドロじゃないですか。誰が血ドロドロやん。いや知らんよ。血ドロドロじゃないですか。いや知らんよ。それがねもうさーっとこう流れてる、もうああなるほど感じがすごいね。そうなんですか。はい、悪い人ほど抗体反応出やすい。あ、そうなんですか。そうなんだ。なるほど。これ早い方ですか。やっぱ早い方です。すごい来てるんですよ。もう敏感、やっぱ敏感ですよね、うん、それよく言われた。だと思った。何が？え、いや敏感でしょ。敏感なんです、うん、ごめんなさい下ネタになっちゃって申し訳ないですけど、僕全身感じちゃうんですよ。すげえ敏感なんですよ。それも関係あるんですかね。あります。あ、やっぱある。そういうこと言う、そうね。いや、お前が一番言うから、ね、そういうこと言う、こういう場で信じらんない。そして急に出てきたよね、またね。そう、いたの。急に出てきた。いたのってなる。すいません。これでも男性女性どっちも大丈夫なんですよね。大丈夫です。どっちが多いですか、比率で。6対4で女性です。あ、うん、なるほど。女性の方がちょっと多い。ちょっと多いです。なるほど。よかった。すごいね。すごい体験ですよこれ。いやもう肌から見ててすごかった、うん、すごかった。うん、いやもうマジでさ、ちょっと来た方がいいですよ本当。うん、いやこれはすごい。心臓が悪かったんだって。うん、ちょっと本当ストレスかけないでくださいね。もう俺じゃない。バトンだけど俺じゃない。感動しました。ありがとうございます。いやー、にかさんね、いつも。いやすごいね。いや、まあ本当にね、すごいなと思いつつも、まあこうやってこう動画を出して、やっぱりこれを見たらさ、それなんでゴリラみたいにナックルボークになってるんですか。これを見たらこう、いやいやいや、上手ね。上手上手。これを見たらね、上手ね、ナックルボーク。私も受けに来ようかなっつって、こうなるわけですよ。でそしたらですよ、まあなんかこう、まあ、いわゆるね、まあ、いやらしい話も宣伝みたいなもんじゃないですか。見ましたよっちってきた、なんかファンの人とかがおったらさ、やっぱなんかこうね、してやった方がいいと思いませんか、うん、はい、はい、スムーズになったね。じゃあ何をしてくれますか。じゃあ初回6500円のところを松本さんの動画を見たということで1980円です。おーいしょ。これハリモですか。はい、ハリモ。素晴らしい。いやすごい、めっちゃ体楽なんですよ、でね、今涼しいの今。ああそうなんだ。さっきめっちゃ暑かったけど。はいはいはい。あ、やっぱこれ自律神経が整ってきたっていう感じですか。はい。うん、涼しいんですよ。爽快。すごいね。うん、いやすごい。いや素晴らしいよ。いやこれ来た方がいいですよ。僕大阪来るたびに通わせていただくんで。あ、ありがとうございます。じゃあ定額プラン入ったらいいね。はい、そんなのあんの。うん、定額プランがいい。どこでできた。定額プランね、月5000円払ったら6200円じゃなくて4000円で受けられるから1回。あ、そうなの。はい、ぜひ入って。あ、じゃあそれで。はい、よろしくお願いします。リンク渡しますんで。なんでお前アピールしようとしてる。おかしいやろ。どこで取得してるけど、どこで提携したんやお前。いつの間にお前。はい、ということで説明欄にね、全部貼っときますので、ぜひね、皆さん行ってみてください。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあせーのでグッバイ言いますよ。はい、せーの、グッバイ。言わんのかい。チャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットでも